はい、ネオホラーラジオ、コウタです。ワタです。よろしくお願いします。お願いします。今回は怖い話編なので、まず最初に怖い話を聞いていただきたいと思います。はい。妹。俺の家に妹がいて、妹と言っても人間じゃなくて、何か赤ん坊くらいの大きさのあるてるてる坊主みたいなやつだった。下の方のスカートみたいな部分を軽く結んだ感じ。まあつまり英語の小文字の愛みたいな形のやつ。それを母親は妹と呼んでいた。俺がずっと小さい頃からそうだったから、幼稚園の頃まで、俺はあれが妹なのだと思っていた。幼稚園にいる他の子で、妹がいる、と話す奴がいると、あいつの家にもあれがいるんだと思っていた。俺のうちの妹は、食卓に並んだり、ソファーに腰掛けたり、家族として扱われているようだった。食事時になると、母親がそれを椅子の上に置いたりしていた。そして、妹が置いてある、みたいな風に俺が言うと、母はいつも怒った。座る、じゃないと、ダメらしかった。ある日、幼稚園で何かの拍子に、妹は普通の人間であるということを知って、母に尋ねた。あれは妹じゃないよね、みたいな風に。そしたら母は、猛烈に怒った。ふざけるな。何を言っている。あれは絶対に私たちの妹なんだ。後から考えると、変な言い方だった。私たちの。こっぴどく叱られた後、それでも懲りずに、父親に同じ質問をした。そしたら今度は、普段元気な父が、何か言いたいが言えない、みたいな顔になって、何も言わずに部屋にこもり、丸一日出てこなかった。小学三年の時に、父が死んで3日もしないうちに、母と一緒に近くの山に車で出かけた。見晴らしのいい崖みたいなところで、車が止まった。いつも妹は外出しないのだけれど、この日だけは、車に乗っていた。母は車から妹を降ろし、あんたはここにいなさい。という。何をするのかと思っていたら、妹の首と胴体のくびれている部分をバチンとハサミで切って投げ捨ててしまった。母はいつも妹を大切に扱っていたから驚いて、いいの?と聞くと、お父さんが死んだからもういいの。と、言われた。それから母との間で妹の話は一切出なかった。あれは一体何だったのか尋ねようとしたけれど、先延ばしにしていたら去年母が死んだ。この話友人に話しても何が怖いのか聞かれる。俺自身は結構怖い。何かの宗教とも思えないし、誰かわかる人いないかな。いなさそうだけど。
ネオホラーラジオという、うーん、今回読んだのが、まあ、妹という話です。怖い、不気味な感じはしたよな。うーん、どういう存在なんかが、うんうん、分からへんし、まず最初にな、うん、なんか不思議な存在が家におるっていう話やと思って聞いてたら、うん、まあ、実際その母親とかもなんていうかな、その子の周りで変なことが起きてるっていうより、うん、家族に起こされてるみたいな感じやんか。それが結構なんか他の怖い話とはちょっと毛色が違うというか、うんうん、なんか怪奇現象が起こってるとかじゃないっていうのはもちろんすぐ分かる話で、でそれをでも起こしてるのが母親であったり、なんか家族の存在っていうのがなんか他の話とちょっと違う点かなっていう、うん、でまあなんやろ、まあ、率直に、うん、まあ、なんか単純な特に考察とかも入れず、うん、普通に聞いたりすると、まあ、感覚的にはこうお母さんがなんか気を病んじゃったんかなみたいな方に結構捉えやすいというか、うん、で例えば妹はほんまにおった存在で、うん、まあなんか亡くなってしまった幼い頃に、うん、もしくはなんか流産的なことがあって生まれてこんかったっていう存在やって、でそれをこう忘れられずじゃないけど、うん、実際そのな人形みたいなのを用いてこれが妹だって言い張ってるような話で聞いてたら、急にやっぱ変わるのが父親が死んで、うん、それをその母親が山に捨てる、うん、しかも理由が父親が死んだからもういいんだっていうのが、うん、やっぱこの話のなんかつかみどころのなさをそこですごい表してる気がする、うん、お母さんがあんなに真剣にな、うん、言ってたのに、そう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 、座ってるって表現をしなさいみたいな、うん、強制をしてたのに、うん、いざお父さんが亡くなったらな、うん、いやもういいねお父さんおらんし、そう、そこが、うん、そこで急にガラッとな、うん、印象が変わるというか、うん、そうだ、なんかそういう思考で生きてた人なんやっていうのが、うん、なんか想像つかんかったというか、うん、お母さんだけじゃなくてお父さんもちょっと変やったんかな、うん、あ、それでだから母親は父親が死んだからみたいな、そうそうそう、一緒になんかかんそういうのを言う人が相手がおらんくなったみたいな、うん、あ、二人ともって感じなのかな、うん、まあ、パッと読む感じやと、うん、まあ、なんか父親に聞くやんか、うん、これって妹じゃないよねみたいな、うんうんうん、それで、まあ、なんか言いたそうな顔して部屋入っていったみたいな感じやから、うん、まあ、なんかそこにしか出てこへんやん逆に、うん、だからなんかどっちにも取られるけど、うん、確かにその何を言いたげにしてたんかもっていうのもちょっとつかみづらい、うんうん、後半の展開を考えると、うん、その時はさ最初聞いた時はもう母親はそっとしといてやれよみたいな方かなと思ったけど、うんうんうん、後の展開母親が父親が死んだからもういいんだっていうのを考えると、うん、確かに父親がやばい、そやな、ちょっと父親も、うんうん、父親もやばいっていうのは、うん、なくはないというか、うん、あり得る話かなと。あとはだそっちで考えると、うん、父親やばいというか、例えばものすごいショックを受けてたと、うんうん、ものすごい悲しい、うん、で母親はまあなんか愛情とか言ったら軽いけど、うん、そういうのでこうなんか妹だって言って、うん、2人でなんかまた別の存在を可愛がろうみたいな感じで言うたら、この父親の心の拠り所として、うん、母親は妹を用意してあげてるみたいな、うんうんうん、それで父親が亡くなったから、うん、っていう可能性もあるというか、うん、そやな、その本物と仕立て上げようみたいな、うん、だから主人公に対しても、うん、これは妹なんだって強く、うん、あ、当たるまでは言ってるか分からんけど、うん、だから確かにその私の妹じゃなくて、うんうん、私たちのっていうのは、うんうんうん、その父親を含んだ意味なんかもしれへんよな、うんうん、確かに、うん、最初やっぱ聞くと父親ってなんか正常な人に聞こえるし、うんうん、まあ、実際そっちの方でな、うん、納得してる人がおるっていうのももちろん分かるけど、うんうん、うん、父親もやばいっていうのは確かになんか全然あり得る話というか、うん、後のことを考えると、うん、うん、いや、それを父親自身がうっすらちょっと感じてそうな感じがあるやん、その何か言いたげな感じやけど、うん、言わずに引っ込めるっていう、うん、で部屋にこもって出てこへんくなるみたいな、うんうん、もしかすると父親は最初はだから亡くなった時にものすごい悲しかったと、うんうん、
で、それを見て母親がじゃあ妹用意しましたと、うんうん、そしたらそのだんだん心が癒えてくと同時に、うん、これは妹じゃないってとこまでもう来てると、うんうん、父親はあるかもしれんな、うん、で父親そこまで来てんねんけど、うんうん、でもそれはなんか母親であったり言うたら息子も何も言わへんから、うんうん、この子たちが俺に優しく接してくれてるから愛情を受け取ったような状態で、うんうん、そんなある日あれ妹じゃないよねって子供に言われたもんやから、うんうん、あってなった瞬間というか、うんうんうん、なんかお父親としてももう何も言えへん、うんうん、何も言ってあげれる言葉が子供にもないし、うん、今更母親にもうあれはもういいんだよとも言えへん、うん、っていう確かにそういう状態のものかもしれへんよな。自分への優しさ、うん、母親からの優しさって捉えてたらな、うん、無限にできひんよな、うん、我に返るっていう言い方はあれかもしれんけど、うん、そういう状態になってきて急激になんかハートフルな話に、そうやな、ちょっと悲しさもあるよな、切ないような感じ、うんうん、あるな。確かにこの流れで急に母親やばいやつだけのあれで言ってみていいかい一回じゃハートフルで終わりゃいいのに、うんうん、一回母親激ヤバで、うん、最初そっちで聞いたから、うん、そっちの思考で行くと、うん、もう父親は、うん、特に関与してないと、うん、父親も母親はやばいやつだと思ってる、はあはあ、だからまあ子供にはまあまあまあみたいな、はいはいはい、もうちょっと何も言うな、うん、みたいな、うんうんうん、まあなるほどね、普通の捉え方の方、うん、で母親はじゃあなんで父親がってとこまで絡めて考えた時に、うん、母親は、まあ、妹が死んでやばいと、もう精神的に、うんうんうん、気狂うわっていう状態になと、うん、でなおかつ例えば父親もすごい病気を持っていたとか、うん、何か寿命的なものがあると、うん、残りわずか的なところがあって、うん、言うたら自分の元から妹も父親も消えていってしまうみたいな、去っていってしまうっていうので気が狂ってたと、うんうん、で主人公は子供やから聞かされてない、うん、それを、うん、でそのなんかそういった精神状態でまあ、なんか宗教にハマったんか自分で用意したんか分からんけど、うん、妹っていうなんかこう心の拠り所であり、うん、なんか信仰を捧げるものみたいな感じで、うん、それを用意したと、うん、でそしたら実際それに祈りを捧げてたのに父親は実際には亡くなってしまったと、うん、何の効果もなく、うん、だからなんかこうちょっと自分は何をしてたんだろうみたいなところまで来てしまったと、その後に、うんうんうん、なんか妹なんか自分で作り上げて頼ってみたいな、うんうん、で山に捨てるまで行っちゃう、もう首ももう言うたら逆にもう恨みの対象みたいになっちゃって、おーおー首まで行っちゃう、ここまで私したのに、そうっていう、お前は何もしてくれんかったな妹よみたいな方で、おーおー、もう山にも捨てて、おーおー、そう、なんなら塞ぎ込んだんかもしれないな、その後、だから主人公にもあれはねみたいなことをもう なかなか説明もできひんみたいな、もうなんか消したい過去みたいな、うんうんうん、っていうのは確かにかなりある。かなりある。うん、かなりある。うん。どっちかやな、確かに。その、うん。だから母親起点で、うん、話を考えてたけど、うん、絶対にポイントって父親やん。うん。この話の。そやな。うん。言ってんもんな、お母さん自身が。そう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 。もうお父さんおらんから。うん。ってなると、なんか、母親基準で、こいつやばいやつやって思って最初聞いてるから、うん、母親基準でバーって考えてるけど、うん、父親基準で考えたらもう完全に二つに分かれるやん。その、うん、父親は母親をなんかこう、もう何やあいつっていう感じで見ているか、うん、父親もやばいやつ。うん、もしくはすごいやばくはなってないけど、その悲しんでる。うんうんうん、で、母親、それによってこう、母親の視点が変わってくるというか、うんうん、母親を見る、こっちの、うん、俺らの母親を見る目が変わってくるから、うんうん、だからそれによってこう、ハートフルな話になるか、ものすごいヤバい家族になるかが結構変わってくるから、うんうん、優しい心を持っているのかトゲトゲしいのか、そうあなたが落としたのはって方やハートフルな方ですって言ったらあの本物の妹いやもうあの本物の妹とかあの時やめてやめて妹をそういうのにするのいいのほんますっごい悪いやつやね今、ギリセーフ基準何ギリセーフ、この後陽気な音楽聴いたら治るやつみんなが聞いてください妹欲しかってんな、すごい、この妹じゃないで、うんうんうん、ガチの妹、そうガチの妹が欲しかったから、タイトルが妹やん、うん、やっぱ呼んじゃうよな、
妹ってタイトルの怖い話があったら、ああ妹に惹かれて入った、妹に惹かれて入ったな、はあ、妹、うん、妹が読んだ感じやな俺を妹しかってんな。だからお母さん気狂ってるパターンって、うん、あの妹がこういなくなって悲しいみたいな、うんうん、いなくなった人の悲しさと、うん、最初からおらへん人の悲しさどっちが強いかなといなくなった人に決まってるやん絶対に。ほんま？いや架空で作ってたら話は別やね、コウタが。あー確かにな、うん、その架空で作った子が消えたら、うん、それは悲しいと思うけど、あそこまで言ってたらちょっと、うん、拍手やな。高校の時とかにさ、うん、まあ、中学の時でもそうやねんけど、なんか妹欲しいねんなってたら、うん、今できてもいいみたいな言われんねん。はいはいはい。たまに。うん、言うたら自分が13歳、14歳とかで、うん、今、言ったら0歳の赤ちゃんが生まれて、うん、妹ってなって、うん、いけるとか言われんねんけど、うん、何がいけへんのか全然わからなくて。妹が欲しい言うてるやん、みたいな、うん。そう。で、高校なって、また同じこと聞かれる。自分が17歳とかで、うん、今妹ができてもいけるみたいな。うん、今でも欲しいみたいな、うん、いや今でも欲しいから欲しいっつってんねやん間違いないな、うん、そこは話聞いてたってなんねん毎回、うん、俺今29、うん、今でも欲しいそれはちょっと違うやろ。ほんまその頃と、うん、今とはやっぱ毛色は少し違うかな、うんうん、なんかなちょっとなんか変なイメージ持たれがちやけど、うん、なんか妹が欲しいってこの男が言ったら、うんうん、別に、あれやで、弟でもええねんで。うん。可愛がれる。そうそうそう。存在。なんか、愛情を持て余してるわ。うんうんうん。それはちょっとわかる。うん。もうなんかな、俺の愛情がなんかこう、バケツにいっぱいでもう水溢れてんのに、蛇口をもう回すとこ取れてもてん。壊されてる。そう、壊されてる。注がれて溢れてをずっと繰り返してるから、そろそろ誰かに注ぎたいぐらい。子供じゃあかんの。いや、相手おらんからさ、やめてや。いや、じゃあもう。なんか言うねん。オッケー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 。いや、その、なんか、そんなとこと比べる妹欲しいなと。いや、なんか。いや、愛情注ぐ対象としては別にあんそこまで差がないのかな。確かにな、自分の子供できたら、うん、そういうなんか、他の欲しいものの欲とかはなくなるんかもな。うん、うん。相手おらんけどな。なんか子供と彼女と女子って言ったら、なんか今は冷静に考えて彼女じゃん。うん、順番的にな。順番的に。うん、飛ばして子供欲しいはあんまりなんかな。そうそうそう。まだその子供だけでもっていう考えには至らん、若さ的に。それはちょっとあんまないな、うん、うん。でもなんか自分に似たら嫌やなとかちょっと思うな女の子で女の子か、うん、イメージできんな。そうそうそう、コータに似てる女の子。そう、めっちゃ暗い家おるとき。まあ聞く話やからな。俺は実際にそのコータ単品で親とおるとことか見たことないし。ああ、確かに。俺がバイトしてるとこ見たことないもんな。うん、ないな。あの、やばいからな。一言も喋らんから。怖いよ。ほんまに人格何個かあるやん。それ。俺と接してるときとかとさ、の差が。いや、これほんまに、マジやからな。これほんまに、自分、誰かとおるから喋ってるけど、うん、一人でおるときはマジで、こう、閉ざしてるというか、例えばバイト先やと、マジで一言も喋らんし。うん。だから、おはようございますって言ったら、うん、次喋るのは、お疲れ様でした。うん。やぐやん。しかもあれな、はっきり言わへんから。よし。うわ、だるいだるいだるい。おったらだるいやつやん。よし。って言って、で、お疲れ様でしたは、よし。一緒やんか。一緒やん。そう。タイムカードの、うんっていうやつの方が音でかいぐらい。同時に言ったら多分あっちが発。すごいな、よう。何演じ、どっちが演じてる、どっちも素なんか。別にあんまない、それは。おマジでしゃべる。使い分けてるとかじゃなくて、そういう感じになってしまうって感じ。そう、もう、普通に生きてたらそうなって。めっちゃ、だから、うん。ほんまに、だからなんか、本屋でバイトした時に、うん、パートのおばちゃんかお姉ちゃん、うん、さんかぐらいの、うん、間のぐらいの年の人がおって、うん、その人がなんか、他のバイトの人に、うん、あの子を見ると、時代を感じるって言われて。うん、めっちゃ現代っ子みたいな。ああ。うん。そうか。逆に俺がさ、どこ行っても俺こんなん。家でもこんなんやし、うん、職場でもこんなんやし。うん、まあ、食べに来たこととかもあるらしこんなんやんか、職場でも、うん。だからその二面性があるのがちょっと、ほんま、不思議と面白い両方があるような。
ほんまに喋らないな。あ、定点カメラでコウタ撮っといてもらいたいもん。あ、いや、あれやで。静止画やで。静止画やで、ただの。まず動かんしよ。動かんし喋らんし。めっちゃおもろい。ほんまに。ずっとそんな。ここ最近で一番笑ったかもしれん。ギャップが確かにあるかもしれん。うん。でも、おると思うね。そういう人。聞いてる人もさ、なんていう、友達とおるときはよう喋るけど、うんうんうん、普段全然喋らへんみたいな。うんうん、そう。よーいと思うな。職場でとか特にあるかもしれんな。うん、そう。なんか別に、俺が線引いてるわけじゃなくて、うん、職場の人って何年も一緒におるから、やっぱ仲良くなってきたら喋るのよな。うんうんうん。バイトの人って、週に何回かしか会わへんし、うん、そやな。で、短い時間やし、うん、っていうのもあって、全く喋らへんのよな。うんうんうん。うん。振られたら返すぐらい。ああ、返すな、うん。そうそうそう。だ一回、その、本屋にギャルが入ってきて、うん、おうおうで、なんかギャルを俺が教えなあかんくなって。うん。そう。よろしくしーすって言われて、うん、なんか、はい、っつって、で、レジとかこうして、みたいな、うん。教えてるわけや。うん。そしたら、その、コウさんって、みたいな。うん。私の友達にめっちゃ似てんすよね、って言われて。ありそう、なんか友達にめっちゃ似てんすよねって言われて、うん、でなんか俺も別にさ静かにしたくて、うんうんうん、黙ってるわけじゃないから、うん、そんな感じで来られたらさ、うん、なんかすげえなんか心開いちゃうというか、はいはいはい、ちょっと笑ってもうてさ、うん、ほんまみたいなこれまで黙ってたのに、うん、なんかずっと無口なやつが、うん、なんか友達に似てんすよねって言われて、うん、めっちゃ笑顔で、うん、あほんまにみたいな言ったもんやから、うん向こうが、え、マジっす、マジっすみたいな、うん。いや、めっちゃ、今のもめっちゃ似てますみたいな、うん。で、なんかこう、俺も、なんか乗せられた感じで、はいはい、普段の感じ出ちゃってさ。うん、え、それでも、なんか、俺その友達知らんから、なんか似てるって言われても、喜んでいいんか、けなされてんのか分からへんわーって言ったんや。うん、したら、あの、ウケるって言われた。ウケるって言われた。受けた受けたってああ受けた受けたほんまなんか絵に描いたようなギャルやな、うん、いやほんまに絵に描いたようなギャルやったマジでよう撮ったなと思っておもろい、うん、え仲良くはしてたそのギャルやしてないんやしてない そこではあったうっそ、うん、せやもうそんな感じだったなはあそうかそ仲良くなる流れやのにな、うん、ちゃうかったなそう受け入れられて終わった、うん、逆にあのめっちゃ俺みたいな子が入ってきたことがあって静かな女の子が入ってきておうおうでその時もレジを教えるっていう、うん、あの新しい子が入ってきたらその手前の人が教えんねん、うんうん、で新しい子が長続きせえへんっていうのがコータが一番下になってるってそうそうずっと俺が一番下で、うん、教えなかった、うんうん、でこうしてでやってたら、うん、そのなんかレジにあのベルがねチーンってなるやつ、うんうんうん、でもう決まってんねん役割が、うん、新人がレジやねん、うんで、後のバイトとか社員の人が品出しやって。うんうんうん、で、一回チーンって鳴らされたら、うん、その日決まってる、サブのレジの人が来んねん。走ってバーって。うんうんうん、で、二回押したら、うん、その人でも対応できひんぐらいのレジが混んでるとか、うんうんうん、なんか問い合わせとかが来たら、二回タンタンって押すみたいな、うんうん。で、三回タンタンタンとしたら社員が来るみたいな。そういう決まりがあってんや、うんうん。で、その子、俺が教えてて、うん、で、このベル何回押したらこうやからって言ってて、うんうんで分かりましたって言ったら、うん、テーンってなって、うん、呼ばれたわと思ってバーって走って行って、うん、でどうしましたって言ったら、うん、ちょっとお客さんからの問い合わせがありましたって言って、うん、でこの本分かりますかって聞かれて、うん、見たことあるなぐらいの表紙で、うんうん、まあ分からんかってんけど、うん、調べたら分かるから、うん、あーちょっと分からないですけど調べるんでちょっと待っててもらっていいですかって言うし俺は、うん、でその時のあーちょっと分からないですけどの時点で2回タンタンって鳴らされてで、別のバイトの人来て、うん、どうしたどうしたどうしたみたいな。新人と、次の新人が集まって、今何してんねやみたいな。なんかパニックかみたいな。トラブルあったんかみたいな感じで来て、これ喋ってもらっていいですかって。まだ途中やってでな。めっちゃ虐げられてるやん。めちゃめちゃ煽られるやん。そう。それま、そんなあるから、そりゃ心閉ざすやろ。うん。いやもう、ちょっと特殊な人雇うな。確かにな。二人しか聞いてないけど、二人とも特殊やん。ああ。そう。いや、なんか変な人多かった。周りから見たら俺も変な。そうや、そうやね。そうそう、そうやね。
そうやねん。あ、おもろい。そうやんな。で、バイト、でも大学4年間しかないのに、うん、俺6つぐらいしたから、うん、ほんまに、そこだけ、本屋だけでも、うん、なんかそういう感じやから、うん、他のとこも全部そうやって、でも静かな、何も喋らへん、ようわからんやつみたいな。え、けどさ、うん、そういっぱいやってるだけあってさ、うん、こういうふうな、うん、いろんな話いっぱいあるやん。あるあるある。ここでも話してない話とかいっぱい聞いてるし。うん。だってもう、俺、キャバクラのキッチン入ったことあるからな。なんかこう、未来のために、時間使ってたんじゃ、こう、面白い話話すために。ああ、私。もう苦しい時あったけどな。まあ、その時はな。キャバクラのビラ配りが、うん、人生で一番きついバイトやった。いや、これ、いや、ビラ配りぐらい楽やろって思うかもしれんけど、うんうん、ちゃうから、もう。もう簡単に言うと、うん、ビラがもう新聞やねん。うん。新聞紙みたいな素材やねん、うんうん、で、見た目も新聞やねん、うん、ただ開いたらキャバクラの情報書書いてる。へー、そんなんあんねや、うん、で、でかいやん。普通なんかハガキぐらいのさやつやん、うんうん、配るとしたら、うん、で、あとポケットティッシュとか、うん、じゃなくマジの新聞やん、サイズが、うん、だからいくら畳もうがでかい、うん、だから誰も取ってくれへんねん、うんうん、で、それがあのスーパーのカゴぐらいのやつにいっぱいボワーって入ってる。最悪や。で、これをなくしてこいみたいな感じやねん、うん、で、で、こっちもキャバクラの情報しか入ってないってわかるから、うん、なんか気引けんのよな。女性とかに渡すの、うんうん。だからおじさん狙いになるわけ。うん、おのずと、なんか減らへん。渡せる回数もやってるから。うんうんうん、そしたら、この、キャバクラ歴何年みたいな、えげつないバイトの人が、伝説のバイトみたいな人が、俺んとこ来て、まあそれ駅前でやっててんけど、うん、どうしたんってなって、うん、全然減ってへんやん、つって、うん。で、そうなんすよ、つって言ったら、まあ見といてや、って言って。これ、あの、嘘でも何でもなく、マジの話で、うん、その人が、そのカゴパーって持ってって、うん、マジで大声で、号外でーすって言った。見た目新聞、サイズ新聞、やから、うんうん、もうみんなが、え、号外みたいな、うんうん。あのテレビで見る。なんだ、ハニユー君金取ったみたいな、ぐらいの感じで、こう、うわーって待ってくんの、うん。で、ブワー吐けてって、うん、もう半分、一瞬の半分ぐらいなの。うん、俺がだから1日かけて減らした分以上のものを10分ぐらいで、うん、すっげえ。そう、いや、あれやばいで、マジで。あれ一回見たら引くで。怒ったりする人おらんの？やっぱな、なんかスーツ着てちょっといかつい人やったから、うん、やっぱその人に文句言う人おらんのよな、はあはあ、ただなんかその駅のロータリーみたいなとこは、うん、その紙だらけになって、いやで、それめっちゃ心痛むわ。いや、それさ、キャバクラの人チラって見に来たりしたら終わるんじゃん。怒られへんのかな。いや、でもなるちゃん推奨されてんじゃん。その公には推奨してないけど。ああ、別に、うん、まあ落ちてるけど配ってきかこれやろみたいな感じ。うん、おお。でもめっちゃあれ心痛むで。捨ててあるの。そう。汚してしまったみたいな。自分がやったわけではないけど、そう、間接的に先輩が。そう。豪快で嘘ついたから。そう。あともう普通に渡しててもさ、うん、やっぱ酔っ払いみたいなとか取ってさ。うんうん、いらんわーっつって、その新聞みたいなのをパーンって投げんのよな、うん。もうな、しばらくやってたら、何の心も動かへんねん。そんぐらいじゃん。うんうん、パーンって投げられたら、もうそれ拾いにパーって歩くやん。うん、そしたら、ちょっと離れたとこで、うん、なんか駅でなんか待ち合わせしてる女の子二人組みたいなのが、うん、うわ、きっつーって言ってる。そっちが来る。いやー、それきついな、うん。そっちがめっちゃ来る。ようやったな。それは、だから、まあ、あんま続かんかったけど。うん、もうそら続かんわ。うん。その時までももう無口で。いや、もう無口なやつが行くような場所じゃないやん。時給良かったからな。時給だけで行ってもうた。現金なやつ。そしたら、最初はこっからねって言われた時給が、あの、最低賃金プラス100円ぐらいのやつだった。いや、変わらんやん、他とみたいな。思ってたの違うってやつやな。そう。まあでも確かに、それを得ての、うん、今みたいな感じはあるよな。うんうん、だからなんか変なとこ話飛びすぎて、うん、ちょっと妹どうなってみたいな感じだけど、やっぱりこの主人公もこっから先大学生になって、うん、いろいろバイトすると思うけど、うん、一番おすすめはデリバリー。へえ、うん、いっぱいやった結果、うんうん、時間過ぎるの早い、うんうんうん、行って帰ってきたら割と近場でも数十分過ぎるから、うんうん、あれはやっぱいいなと、うんうんうん、思います。これを聞いてるキッズたち、あの、中学生聞いてへんかな。もうあれちゃん聞いてくれてるみんな、キッズでいいんちゃう。クソ叩かれる。まあもし、小中高ぐらいのキッズたちが聞いてくれてるとしたら、うん、ガチモンの、うん、10代の、うん、
大学になってバイトなりしようってなったらデリバリーおすすめ、ピザでも何でも、寿司がいいんちゃう。ピザってなんかあれやん、治安悪そうやん。まあまあ確かにな、民度低そうやろ、うん、寿司頼む人ってなんか幸せなことがあった感じするやん、そういう家に運ぶ方が多分やっぱいいバイト、お高めのな、そう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 っていう感じで、なんかでも妹の話でも急に戻るけど、これでもほんまにすごいいい話やなって思ったから、なんか、どう捉えたかやっぱ人によって全然違う話やから、考察も違いがあって、で結構いろんな方面の話したけど、なんか普段さいろんな案出していったらさ、あーやっぱでも結局これやなっていう一個になんか残ったりするけど、この話に関してはやっぱ、まあ、隠されてる部分が多いからっていうのもあるけど、なんかどの説も納得できるというか、そうやな、まあ、人によってはな、なんかいやお父さんはこうこうこうやろみたいなあるかもしれんけど、個人的には、お父さんはこうやった、お母さんはこうやったってなったら、なんかそれに隠されてる部分が多い分だけ合わせていけるというか、解釈次第で変えていける話だから、やっぱ怖い話として捉えてもいいし、そういう家族のなんか一個のストーリーみたいな感じで捉えてもいい話やから、すごい、いい話やなと思います。各々で感じ方違っていい感じやな、っていう感じで、まあなんかこういう話を他にもな、取り上げていけたらと思うんで、よかったらこれからもよろしくお願いします。お願いしますっていう感じで、まあ最後になりましたが、チャンネル登録やグッドボタン、コメントいつも励みになってるので、よかったらまたよろしくお願いします。お願いしますっていう感じで、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。